スーパートラック。サム、こんにちは。うわぁ、今日は除雪しなきゃいけない雪だらけだね。雪のせいで交通渋滞が起きちゃったね。リリーとアンバーだよ。こんにちは、アンバー。こんにちは、リリー。すごい雪だね。冬真っ只中だね。ああ、サム、大丈夫？気にしないでね、サム。誰にでも起きることだよ。あ、アンバー、シティの外で緊急事態だって。急いで行かないと、どうやって行こうか。これ以上雪で進めないよ。そうだね、リリー。サムに助けを呼ぼう。スーパートラックに助けてもらおう。変身用の地下室だね。ここなら何にでも変身できるもんね。今日はどの車両に変身するの？スーパー除雪車だね。心配しないでね、サム。その調子だよ。スーパートラックはたくさんの雪を除雪できるけど、この歩道みたいに狭い道は君のサイズじゃないと除雪できないもん。サム、頑張って。素晴らしいチームワークだね。道路はどこも除雪完了だよ。さあ、遊ぶ時間。スーパートラック、家に帰るの？今日も助けてくれてありがとう。あ、誰だ？みんなバイバイ。またね。
スーパートラック。ガール、こんにちは。うわー、新しい図書館の建設現場はめちゃくちゃだね。ビリーだよ。ビリー、こんにちは。ビリーには声が聞こえないみたい。エドガーとイーサン、こんにちは。どうしたの？何か心配事でもあるの？ビリーがどうしたって？本当はひどい風邪をひいているから家で休んでなくちゃいけないの？ビリーに話してみよう。ビリー？ビリー？ビリー、本当に具合悪そうだよ。家で休んでないと。そうか、岩を全部積み重ねたら土の山も運ばないといけないの？建設を遅らせたくないのはわかるけど、病気だったらしょうがないよ。図書館は今夜開けないといけないけど、でも具合が悪かったらどうしようもないもんね。素晴らしいアイデアだね、カール。スーパートラックに助けてもらおう。ビリー、あとはこっちで何とかするから、もう家に帰って休んで大丈夫だよ。仕事はちゃんと合わせるから心配しないでね。あとでね、ビリー、お大事にね。早速スーパートラックに電話しよう。スーパートラック？もっと大きな声で。スーパートラック、カール、どこに行くの？そういうことか、洞窟で変身するんだね。今日はどの車に変身するの？そうだね、ビリーみたいな大きくて強力なブルドーザーだね。イーサン、エドガー、スーパートラックが助けに来てくれたよ。スーパートラック、早速この岩の山を運んでくれるかな？うわー、この大きな岩の山は重そうだね。でもスーパートラックが運ぶと大きくて力持ちだから簡単そうに見えるね。スーパートラック、岩を運び終わったらイーサンと一緒にここの土の山を図書館の前の芝生に運んでくれるかな。草や植物が生えているところだよ。その調子。そしたらエドガーとスーパートラックで芝生の上に土を広げるのを手伝ってくれるかな。
すごいよ。素晴らしいチームワークだね。図書館も見違えちゃった。仕事は完了かな？まだなの？どうして？そうか、これで図書館が完成だね。ありがとう。みんなまたね。レッカー車のトム。すごいね、ジェリー。レースに勝ったよ。とっても疲れてるみたい。今日はまだ別のレースがあって、輸送車のシャーロットが連れてってくれるの？シャーロット、聞いて。ジェリーが勝ったよ。レーシングカーのジェリーを次のレースに連れてってくれるの？ありがとう。じゃあ車が乗れるようにランプを下ろそう。ゆっくり、慎重にね。よし。次はジェリーの番だよ。落ちないようにタイヤを止めようね。よし。ランプを上げてジェリーたちを次のレースに連れて行こう。どうしたの、シャーロット？ランプの故障だと思う？すぐにレッカー車のトムを呼ぼうね。トム？ねえトム？急いで来てくれる？輸送車のシャーロットが困ってるんだ。レース会場にいるよ。急いで。スピードを上げられる、トム。レースカーのジェリーが次のレースに間に合わなくなっちゃうんだ。シャーロット、もう大丈夫。レッカー車のトムが来てくれたよ。シャーロットをガレージに連れて行こうね。どうしたの、トム？シャーロットは重すぎる？そうか。どうしようか、トム。アイディアがあるの？ジェリー？君たち2台はランプから一旦降りてくれるかな？ゆっくり、慎重にね。上手だよ。次はジェリーの友達もランプから慎重に降りてね。運べそう？よかった。みんなトムの後に続いてガレージに一緒に行こうね。次のレースがあるから急いでね。ジェリー、心配しないで。そんなにかからないよ。トム、どこが故障してるのかな？シャーロットのランプが動かないね。そうか、トム、何かアイデアはある？ボトルには何が入ってるの、トム？オイルかな？素晴らしいアイデアだね、トム。オイルでシャーロットのランプがスムーズに動くようになるはず。さすがだね、トム。反対側にもオイルを塗ろうか。
素晴らしい出来栄えだよ、トム。どう？シャーロットは車を次のレースに連れて行けそう？最後に一つだけ？いいよ。箱の中身は何だろう？スポンジかな？何を掃除するの？いいアイディアだね。ドラをきれいにしてあげよう。シャーロット、ピッカピカだよ。うん。これで次のレースまでみんなを乗せていけそう。起きて、レースに出かける時間だよ。みんなまたね。バイバイ。頑張ってね。レッカー車のトム。こんにちは、デン。今日は何をしているの？チャーリーと一緒に建設現場で働いてるんだね。仲良く働いてるみたいだね。どうしたの？ちょっと困ったことになったみたいだね、デン。レッカー車のトムに助けに来てもらおう。トム？ねえトム？解体クレーン車のデンが困ってるんだ。すぐに来てくれる？よかった。さあ行こう。デンは建設現場にいるよ。デン、心配しないでね。トムがもうすぐ来てくれるよ。トムだよ。デンをガレンジに連れて行って修理しよう。さすがだね、トム。どうしたの、トム？そうか。デンの解体ボールもガレージに持っていかないとね。どうやって運ぼうか、トム。いいアイディアだね、トム。チャーリーに助けてもらおう。チャーリー、デンの解体ボールをガレージに運ぶのを手伝ってくれる？さすがだね、チャーリー。さあ、みんなでガレージに戻ろう。ありがとう、チャーリー。トム、どこから修理しようか。そうだね。ワイヤーが切れちゃってるね。交換する予備のワイヤーを持ってる？持ってるの？よかった。一番上の引き出しかな、トム。下の引き出しを見てみよう。ここにもないね。真ん中の引き出しかな？あったよ、トム。よかった。他にも何か必要なものがある？そうだね、レンチだね。
ちょうどいい大きさみたいだよ。どこから始めようか、トム。壊れたワイヤーを外そうか。上手だね、トム。新しいワイヤーを取り付けよう。バッチリだね。次は解体ボールだね。デン、持ち上げられる？バッチリだよ、トム。さすがだね。他にも直すところがあるかな？デンに新しいクローラーが必要だと思う？いいアイデアだね。大きさもちょうど良さそうだよ。もう一個いるかな、トム。そうだね。まずは左のクローラーを交換しようか。その調子だよ、トム。次に右のクローラーを交換しようね。デーン、調子はどう？バッチリみたいだよ。トム、デーンは仕事に戻っても大丈夫かな？まだ？どうして？デーンの窓を掃除してあげたいの？本当だ、汚れてるね。建設現場で一生懸命働いたからだね。とっても綺麗になったよ。これでデンは建設現場でチャーリーともう一働きできるね。バイバイデン。トム終わったね。ありがとう。トムのペイントショップ。こんにちは、シャーロット。シャーロット？シャーロット？何を見てるの？みんなみたいにピカピカになりたいの？シャーロットはピクルスやスージー、ケイティみたいにピカピカになりたいんだって。シャーロット、トムがとっても綺麗なプリンセスにしてくれるってよ。じゃあトムと一緒にペイントショップに行ってごらん。新しいペイントの準備はバッチリだね。あれ、トムはどこ？ピンク色のペンキを取りに行ってるの？プリンセスにぴったりの色だね。それを何に使うの、トム？じゃあブラシもいるね。ピカピカにするニスを塗れるもんね。トムがニスでピカピカのドレスを着せてくれるよ。
トムがもうゴーグルを外しても大丈夫だって。まだ終わりじゃないよ。トムがアイライナーを塗ってくれるよ。目を閉じてね。うわぁ、アイライナーで雰囲気がガラッと変わるね。それは何？つけまつげ。よし、目をもう一度閉じててね。目を開けてもいいよ。トムの宝箱を開けてみよう。どうしたの、シャーロット？ダイヤモンドハブキャップ？うわぁ。イヤリングしてるみたいだよ。トムがもう一つ素敵なアクセサリー持ってるって。まさにプリンセスみたいだね。お友達が羨ましがるね。トム、どうもありがとう。